U23 日本代表は25日、国際親善試合で U23 ウクライナ代表と対戦し、2-0 で勝利した。試合後、キャプテンマークを巻いてフル出場した MF 藤田譲るるちま、シントトロイデン、ベルギーは、まだまだ内容の部分では直すべきところもたくさんありますけど、前半から積極的に攻撃の部分でも守備の部分でも前から行けていた、とコメント。シュートの本数も印象的には多かったイメージがある、と手応えを口にした一方で、そういったところ、シュートの精度はまだまだ上げていかないといけないと思います、と課題も指摘した。それでも、いろいろなところでポジション同士で話し合っている場面がハーフタイムに見受けられた、と述べ、チーム内で活発にコミュニケーションが取られていたことを強調。試合前日に足りない部分として挙げていた、いい意味でのエゴに関しては、少し前向きになりすぎたり、最後にパスを出せばという部分も何回か見受けられたけど、シュートを打ってこそリズムが生まれるという状況もあるので、そこに関しては良かったかなと思います、と手応えを口にした。今回の U23 ウクライナ代表は徹底的にボールをつないでくる相手だったこともあり、プレスがはまった部分もあったが、アジアの舞台では全く異なる展開が予想される。その点に関しては、全く違う戦いにはなると思います、と同意しつつ、自分たちは自分たちのサッカーを貫いて良い結果を勝ち取れればと思います、と強い決意を示した。パリオリンピック五輪の出場権をかけた AFCU23 アジアカップカタール2024は4月16日からドーハで行われ、グループ B に所属する U23 日本代表は、初戦で U23 中国代表と対戦する。